防衛庁自衛隊が歩んできた半世紀、東西冷戦の時代から冷戦終結後の不透明不確実な要素をはらむ国際情勢の中、平和と安定を維持していくためにひたむきに絶え間なく活動を続けてきた防衛庁自衛隊。そして西暦2000年、21世紀を間近に控え、防衛庁自衛隊は不測の災害への対応などますます多様化する役割を期待されています。同時に IT 革命などの時代の変化にも対応していかなければなりません。防衛庁では2000年5月東京市ヶ谷に本庁庁舎を移転、ここから防衛庁自衛隊の新たな1ページが開かれました。生命と財産を守る。災害というのはいつ起きるかわからないものですから、今起きるかもしれないという気持ちを持って常に即応できる体制を、この自衛隊のその常日頃から整備してある装備を使って、今やもう自宅でいろんな情報がパソコンを通して収集できるという時代、どこよりもより早い情報を得ないといけない時代の流れに沿ってですね、コンピューターをどん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 入れていくと。セキュリティ面の強化、有効に活用できればという、まあ、私なりの、期待というか。災害が起きた時とかですか？災害の時とかは必要だと思うんですけど、戸締まりも家庭にもあるようにやっぱ国を守るっていうかね、そういった意味では必要だなと思いますね。ディフェンスでしょ、はい、防衛でしょ、世論調査では自衛隊が存在する目的はという質問に対して災害派遣と答えた人が 67.1%、これは相次ぐ地震や火山災害に対する自衛隊の救援活動へのイメージが強いためでしょう。しかしここで注目していただきたいのは、その次に回答が多かった国の安全の確保です。日本の防衛の基本方針を定めた防衛大綱では、日本の防衛力すなわち自衛隊の主な役割として次の3つを挙げています。まず中心的な役割として我が国の防衛、続いて大規模災害など各種の事態への対応、より安定した安全保障環境の構築への貢献となっています。今世界に目を向ければ領土問題や宗教上の対立、民族紛争など多くの問題を抱えています。そんな国際情勢の中、私たちは我が国の安全保障基盤を強固なものとしつつ、国際社会の一員として国際平和への貢献や国際協力について真剣に考えていかなければなりません。そしてその重要な役割を担っているのが自衛隊なのです。新しい時代を迎えようとしている今だからこそ、今一度平和の大切さ、それを守る自衛隊の役割について考えてみる必要があるのではないでしょうか。動乱とかそういうことが起きるじゃないですか。これからは鉄砲持ったらね、大砲の時代はもうそう来ないと思うけども、それは当然ながら外国の脅威もあるでしょうし、日本もある程度自己防衛の必要はあってもいいと思いますね。東西冷戦の終結によって世界的な規模の武力紛争が発生する可能性は薄れてきました。しかしその反面、世界各地で起こっている地域紛争や大量破壊兵器の拡散など、世界は新たな問題に直面しています。アジア太平洋地域も例外ではありません。例えば日本の北方領土、朝鮮半島における軍事力の対峙、竹島の他にも
南沙諸島などの諸問題が依然として未解決のまま存在しています。またアジア太平洋地域の多くの国々はこれまでの経済成長を背景に軍事力の強化・近代化を着実に進めています。このような国際情勢の中で日本の防衛力はどうあるべきなのでしょうか。防衛大綱、ここには今述べたような国際情勢を前提とした我が国の安全保障と防衛の基本方針が定められています。我が国は日本国憲法の下、外交努力の推進及び内政の安定による安全保障基盤の確立を図りつつ、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、日米安保体制を堅持し、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、節度ある防衛力を自主的に整備するとの基本方針を引き続き堅持するものとするとしています。また防衛大綱では陸海空各自衛隊の体制を明示し、各自衛隊の機関となる部隊や主要装備などの具体的な規模も示しています。それではここで各自衛隊の基本的な役割と特性をご紹介しましょう。陸上自衛隊は侵攻部隊を実力を持って排除する最終的な役割を担っています。多様な役割、事態、様相に対応できる優れた柔軟性や困難な状況に耐えうる強靭性を有し、侵略から直接領土、国民を守ります。広大な海洋を主な活動の舞台とする海上自衛隊は、主に国土の防衛と我が国周辺海域における海上交通を保護する役割を担います。海洋を利用して迅速容易に行動できる機動性、事態の推移に円滑に対応した行動ができる柔軟性などを有し、多様な任務に応える多目的性、国際性なども求められます。広大な空間を活動の場とし、戦いの全般に大きな影響を与える航空優勢獲得の中心的役割を担う航空自衛隊。航空侵攻など各種事態に迅速に対応できる即応性、機動性、多種多様な任務を遂行できる柔軟性などを有し、打撃力、突破力、優れた監視能力なども求められます。やっぱアメリカとかいうそういう大きい国が協力してくれた方が平和続くんじゃないですかね。あんまり依存してもいけないしと私は思いますけどね。やっぱ主体性を持って動く。日米安全保障体制は我が国の安全の確保のみならず、我が国の周辺地域における平和と安定の確保、より安定した安全保障環境の構築において重要な役割を果たしています。そして両国は日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインを策定し、より緊密な協力関係を築いていくための努力を続けています。平成9年に策定された新ガイドラインでは、日米間の協力として次のことを定めています。平素から行う協力としては、日米両国政府は現在の日米安保体制を堅持し、各々が必要な防衛体制の維持に努めるとともに、情報交換及び政策協議、安全保障面での種々の協力及び日米共同の取り組みなどの様々な分野での協力を充実させます。日本に対して武力攻撃が行われた場合、日本がこれに即応して主体的に行動し、極力早期にこれを排除し、その際米国は日本に対して適切に協力します。
周辺事態における日米協力としては、第一に日米が各々主体的に行う活動における協力として、救援活動及び避難民への対応措置、捜索・救難、非戦闘員退避活動、経済制裁の実効性を確保するための活動における協力。第2に、米軍の活動に対する日本の支援として、施設の使用や広報地域支援における協力。第3に、運用面における日米協力を行うこととしています。この指針においては、共同作業のための包括的なメカニズムを構築すると同時に、日本に対する武力攻撃及び周辺事態に際して各々が行う活動の間の調整を行うために、日米間の調整メカニズムを平素から構築することとしています。この調整メカニズムは平成12年9月に構築され、ニューヨークで開催された 2+2 においてこの構築を歓迎したところです。また政府では指針の実効性を確保するため、これまで法整備を含む必要な措置を講じてきました。その成果として、平成11年5月には周辺事態安全確保法、平成12年11月には船舶検査活動法などが成立しました。平成12年2月の日米共同統合演習では、これらの法律の成立に伴い新たに付与された広報地域支援や艦船による在外邦人などの輸送などを含め、さまざまな任務に対処することを想定して指揮所演習が行われました。また平成12年11月の日米共同統合演習では、我が国に対する武力攻撃への対応のほか、各種の事態における共同統合運用能力の維持・向上を図ることを目的として実動演習が行われました。在日米軍の駐留経費負担に関しては、2001年3月に期限切れとなる現行特別協定執行後の在り方について、米軍の駐留を円滑にするため、厳しい財政事情などにも配慮し検討した結果、平成12年9月に行われた 2+2 で、現行協定と同様の枠組みとしつつ、一定の節約・合理化策を導入した新特別協定が署名され、11月に国会で承認されました。平成12年7月に行われた九州沖縄サミット、沖縄は世界の注目を浴びましたが、沖縄には在日米軍施設区域が集中しており、県民の負担軽減が重要な課題となっています。防衛庁でも日米安保条約の目的達成と沖縄県民の要望との調和を目指して鋭意努力しています。中でも米軍施設の集中による沖縄県の負担を軽減するための施策として、日米両国政府がまとめた沖縄に関する特別行動委員会サコ最終報告の着実な実施を最優先課題としています。平成12年はコンピュータ西暦2000年問題への対応で幕を開けました。防衛庁では万一の事態に備え、機関部隊約9万6000人を待機させましたが、幸い災害派遣という事態には至りませんでした。まさに新しい時代の未知の問題への対応を迫られた象徴的な出来事と言えるでしょう。近年、情報通信技術革命、いわゆる IT 革命によって社会は大きく変化しています。防衛庁・自衛隊はこのような時代にいち早く対応し、 IT 革命の成果を取り入れています。主な取り組みとしては、高度なネットワーク環境の整備、 IT を活用した各種指揮統制システムの整備・近代化、そしてサイバーテロという新たな攻撃に対する防御を含むコンピュータセキュリティの確保などが挙げられます。同時にこれらの取り組みを実現していくための技術的・人的基盤の整備も重要です。また IT 革命に端を発し、軍事的な分野においても変革を引き起こしうると考えられている RMA と呼ばれる軍事における革命に対しても検討を行っています。 IT 時代への対応だけではなく、時代の流れとともに自衛隊に対する社会のニーズは大きく変化しつつあります。まず最初に挙げられるのは自然災害への対応です。地震や火山活動の多い我が国において、自衛隊の災害派遣は
なくてはならないものとなっています。自衛隊はこれまで災害派遣に際し、被災者や遭難者の捜索・救助、水防・医療・防疫・給水、人員や物資の輸送など様々な活動を行ってきました。平成12年も有珠山・三宅島と相次ぐ火山災害がありました。自衛隊では避難に際しての輸送支援、避難住民に対する生活支援、偵察機の派遣などの災害派遣活動を行ってきました。さらに総合的な災害対処を実現するため、自衛隊発足以来初めて陸海空各自衛隊間の実動による統合防災演習を行ったり、地方公共団体などと連携した防災訓練を実施したり、ますます重要視される防災体制への取り組みも進められています。21世紀の日本の安全を守るためには、技術の進歩や情勢の変化によってますます多様化する攻撃形態、攻撃手段に対する対処能力を高めていくことも不可欠です。 NBC 兵器とは、核・生物・化学兵器といった大量破壊兵器の総称です。特に生物・化学兵器拡散の脅威については、平成12年1月の日米防衛首脳会談でも取り上げられました。防衛庁では生物・化学兵器対処の分野での協力の重要性・必要性について、日米間の認識が一致したところであり、生物・化学兵器への対処に取り組んでいます。近年、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散への対応が国際社会の大きな課題となっています。そしてその弾道ミサイルを迎撃する防衛システムが、弾道ミサイル防衛 BMD です。 BMD は特に専守防衛を旨とする我が国の防衛政策にふさわしいものであり、その必要性が高まってきています。防衛庁では平成11年より米国との間で共同技術研究を開始し、現在システムに必要な要素技術の検証など着実に成果を上げています。平成11年3月に起きた能登半島沖不審船事案、自衛隊創立以来初めての海上警備行動を発令することにより、政府の断固たる決意を示した出来事ともいえます。一方で政府では、このような不審船対処に関連する法的整理の検討を行い、防衛庁では訓練・装備の再検討、海上保安庁との連携強化などの対応策を進めています。外国で戦争や政変が起きて混乱状態に陥った際、一刻も早く在外邦人などを保護し、安全な地域に輸送することが必要となる場合があります。平成11年の自衛隊法改正によって、その輸送手段に自衛隊の船舶と搭載ヘリコプターが追加されました。陸海空各自衛隊において在外邦人などの輸送を的確に実施し、不審者のチェックやボートなどによる不測の事態へも対応できるよう訓練を重ねています。不透明不確実な国際情勢において、自衛隊に対する国際貢献への期待は国の内外を問わずますます高まってきています。防衛庁では、より安定した安全保障環境を構築していくためのさまざまな努力を行うことが重要であると考えており、平成4年6月の国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の成立を機に、カンボジア、モザンビーク、ザイールなどへ国際連合平和維持活動や人道的な国際救助活動として部隊などを派遣しており、現在もゴラン高原で国際連合平和維持活動を行う部隊が活動を続けています。また防衛庁では、人道的な見地およびより安定した安全保障環境の構築という見地から、国際緊急援助活動にも積極的に取り組んでいます。アジア太平洋地域の平和と安定のためには、これまで米国を中心とした2国間の同盟友好関係が重要な役割を果たしてきました。二国間の防衛交流は
相手国との相互理解や友好親善、信頼関係の増進などを目的として行う交流です。多国間の安全保障対話に関しても積極的に取り組んでおり、 ARF、ASEAN 地域フォーラムなどに参加するほか、防衛庁としてもアジア太平洋地域防衛当局者フォーラムなどを主催し、信頼関係の増進に努力しています。また国際社会における軍備管理、軍縮分野への努力は世界の平和と安定にとって重要であり、防衛庁は国連などの国際機関の活動に積極的に協力しています。防衛力の整備は具体的な中期見通しに立って継続的にかつ計画的に行う必要があります。このため平成12年12月15日、21世紀の幕開けとなる平成13年度から17年度までの5年間を対象とする新たな中期防衛力整備計画が閣議決定されました。そこには今後私たちが目指すべき自衛隊の未来像が具体的に示されています。次の4項目を計画の基本方針とし、その際 IT 革命への対応、災害派遣能力の充実強化などに留意することとしています。私たちは新しい世紀の幕開けとともに打ち出されたこの新たな目標に向かってすでに歩み始めています。また自衛隊の持つ組織力や装備、能力を柔軟に活用し、国民生活に幅広く役立てていただくためにさらなる努力を続けています。不発弾などの危険物の処理、患者の緊急輸送などの医療面での貢献、これまで多くの実績を残してきた南極地域観測への協力など、さまざまな分野での活動に取り組んでいます。このように21世紀は国民と自衛隊がもっと身近に触れ合い、共に平和を分かち合う世紀にしたいと考えています。まあ、なかなか自衛隊しっかりして見えますわ。今いろいろ世界中で起こっている中東とかもそうですけど、そういう紛争にもっと協力できないのかっていうことですね。でそれをもっと国民にアピールしてほしい。なくてはならないものだと思うし、かっこいいですね。部下から慕われるような指導力のある指揮官になりたいというふうに考えています。今までやってきたからこうするとかじゃなくて、常に問題意識を持って、やっぱり国民のためにやっぱり責任というものを負ってるわけですから、まだまだ遠い存在というふうに思いますので、やっぱりより身近な存在として、やっぱり自衛官でしたら災害派遣とか行って少しでも国のためになってるんだっていう実感っていうのを味わってみたい。とにかくミスは許されない場所なので、努力を惜しまずですね、